8. 我々は協力国家構築のためあらゆる分野における自給自足体制への促進を要求する世界との貿易なしに日本経済は成り立つのですか超国家主義運動は祖国の再建と国体の復権我が国の維新変革世界新秩序の建設新世界史の創造という新文明闘争に邁進する運動体ですそのためにはまずもって我が祖国の再協力国家としての構築が不可欠なのです 同盟の文明闘争は戦争状態をも前提とした国家建設を目指さなければならないのです。この臨戦体制を盤石にするための経済システムが自給自足体制の確立であり強力な総力国防建設全国民に対する福祉の完備です。貿易の目的はあくまでも自給体制の保管要因にほかならず単なる経済側面ではなく明確な外交政策であることを認識しなければならないのです。 対外貿易を考察するためには、軍事的、政治的、外交的そして経済的側面から検討する必要があります。国益のための手段としての貿易はあくまでも政治の範疇に内在しており、国家管理の下での対外政策の一環に他ならないのです。食料自給自足体制の確立が何よりも第一に位置され、補完作用として対外貿易が存在するのです。 ですから、対外資産や外貨準備制度の見直しを行い、輸出返調経済や輸入返京依存経済は国家自立を損なうものとしてこれを打破し、貿易決済はパーター貿易を推進しなければならないのです。共同体全体の発展成長を目指し、ひいては世界全体の私服貢献のための原動力足らんとする我々は、その原動力の健全な機能を確立・維持するためには、常に自らの主張・意思を保持することが不可欠であると考えます。 他国へ積極的に手を差し伸べることはあっても逆に他国からの依存によって青色と息で、自らの国家運営を維持するようなことでは世界平和への貢献などおこがましいのです9。我々は機関産業における構成運営と社会全体への調整のため経営の国家化を要求する金融資本は特に社会化することを要求する我が国ではアベノミクスの一環として 公営営事業のの民営化を推しし進めてていいまますすすがそれには反対なのですか反対対なでか政府の進める新自由主義経済路線のように、基幹産業を短絡的に民営化すれば、冷戦崩壊により覆われた経済グローバリゼーションは、効率性と生産性を求める競争原理、市場原理の導入で、資本は国家の枠を飛び越え、多国籍企業に牛耳られるのは目に見えています。 また、世界史をひも解けば、かつての白人帝国主義の植民地期では、インフラ運営権の売却、コンセッションによって、非先進国はアングロサクソンに土地、資源を搾取され、経済システムにとどまらず、生活を営むシステムや、その国地域の文化慣習さえも破壊されました。また、格差社会や国内産業の衰退、非正規雇用の増大の問題が噴出していますが、原因は、まさにその経済構造に由来するものなのです。 偉大な文明闘争には戦争状態をも前提とした国家建設が急務であり、臨戦体制を盤石にするための経済システムは自給自足体制の確立であります。故に生産効率の悪いものや社会性を重視するもの、そして何よりも国益に直結するものに対しては公共化すべきであり、土地、金融、交通などは特にそうしなければ国家滅亡の危機が訪れるのは国防的見地からも明らかであります。10我々は 大企業におけるる分配制度を要求するパナマ文書によると日本大企業はタックスヘイブンを活用し米国に次いで世界2位の税逃れをしていると聞きますがこのような主企業の租税逃れは処罰されるのでしょうか当然です断固処分しなければなりません我々の主張する経済政策は子に対する全体の優先私に対する公の優先です 本来であれば国に納税し国家の全体的利益に還元されなければならないお金を短絡的な利益追求の市企業の租税回避によって失っていることになりますこのような現在の自由主義競争の中で市企業や個人の利益の追求を許せば国家の機能を揺るがす事態になりかねません市企業については意欲的に拡大発展を目指す環境を醸し出すことは必要であるが社会性国益性を監視すべく企業内に経営指導者を配置しなければなりません